学校名の由来となった八王子かすが神社、名古屋市立八王子中学校は、愛知県名古屋市北串水4丁目にある公立、中学校。本学校は、名古屋市でも、有数の冷暖房完備の学校である。戦後の学生改革に伴い1948年、名古屋市立杉村小学校に併設される形で、名古屋市立八王子中学校として開校した。 八王子の孔明の由来は、現在も学区内に鎮座する八王子神社の名に由来するという。同年12月には、名古屋市立東白壁小学校高地に移転し、加えて1949年には、旧連平城に残されていた弊社を、清水文教場の名称で利用を開始するなど、現校地に落ち着くまで時間がかかっている。現校地に校舎が竣工したのは、 開校から2年後の1950年8月のことだった。1948年、加藤博史1955年、西川清1957年、安藤誠平衛1964年、田中喜一郎1965年、伊藤春蔵1971年、宮田十三1974年、大田金一1977年、 佐藤茂と1980年、岩安を1983年、保住正蔵1989年、星野義夫1992年、増田信義1994年、萩原秀樹神谷達夫この校は公式サイト委員会のページを参考にして執筆した。この校は公式サイト生徒の活動のページを参考にして執筆した。通学区域は、 以下の通りである。ありがとうございます。